イヤーマナです。こんにちは。今回はですね、エアスムーっていう機械のちょっとご紹介をしたいと思うんですけれども、エアスムーって何って人みんな思ってると思うんですね。で、日頃もみんなアイロンとかしません？梅雨の時期とかもなんかなかなか乾かなくて、乾いたと思ったらシュワシュワみたいな感じになる人結構多いじゃないですか。で、日頃こういうねアイロンを使うと思うんですよ。なんか結構めんどくさかったりしませんか？こちらなんですけども、エアスムーとは何かというと、私さっきちょっと段ボールを見てふと思ったことがありまして、変わるアイロンの形って書いてあるんですよ。これこの使い方をねちょっと皆さんにお見せしたいなと思いまして、これねすごいね便利なんだよ。これからみんなに見せていくんで楽しみにしててくださいっていうのね。これをカチャンって全部開けていきます。そうしましたらこれビーンって伸びます。これ上まで伸ばしたら止めます。女の子でもねできるからね、めっちゃ簡単。これが上なん でこの印があるんですけど、これを手前側にこうやってはめていきます。これ例えば冬だったらスキーとか行く人いるじゃないですか、スノボーとか。こういうのでもすぐ乾いたりとかするし、例えば会社行かれてる方いるじゃないですか、どうしてもこのワイシャツを着たいみたいな人はすぐさまこれで乾きます。あとねシワ伸ばしとかもしてくれるらしい。やばくない？じゃあこれを使ってやっていくんですけども、じゃあまずシャツをちょっとはめていきたいと思います。これ私のこれ夏用なんでちょっと半袖なんですが、こういうのみんなオフィスで着る人いますよね。でちょっとこれをかぶせてみますね。はい、こんな感じでやっていくよ。はい、こんな感じでやっていきます。りょうさんがやってくれました。これなんかちょっと惜しかったみたいで、私のセッティングクリップがついてるんですよ。蓋についてるんで、そっからクリップをこうやってパチッてはめるといいらしいです。でこのてっぺんのところにこのクリップを通すところがあるんで、これ通してもらって、ここもクリップします。で襟のところね止めるといいらしいです。でこの袖、半袖の場合はこれさっきなんか人参さん出てたじゃん、人参を入れ込んでください。この袖の中にで入れ込んで、これでこのままにしておくと完璧らしいので、これでシャツは大丈夫かと思います。次はみんなズボン履くじゃないですか。ズボンをねセッティングしていこうと思うんですよ。でズボンはこうやってちゃんとボタンしてね、このままでいいっぽいんで、この詳細を言ってしまえば乾燥とアイロンを1台で同時にやってくれるそうなんですよね。雨の日とかねやっぱ続くと、明日もこれ着たいとか気に入った洋服もう一回着たいなっていう人も結構多いと思うんですよね。私も結構そういう時あるんで、でなんか雨続きで帰ってきてで全然乾かないみたいな時とか、なんか臭くなるの嫌じゃん。だけどこれがあれば臭くもならないしすぐ乾くっていうのでめっちゃ便利だよ。続きまして、皆さん靴とか履きますよね。なんか雨が多いとか冬だったら雪とかね、あとブーツとかも女の子で履くと思うんですけど、そんな時はこちら付属品の M サイズ使っていただきます。でこれは女の子の洋服とかあと子供服にも使えるそうです。でこれをセッティングするんですけど、これをこうやってねかぶせていくよ。でこれをこの袖のところをね突っ込みます。こんな感じでやっていくんですけども、電気をつけていきたいと思います。ポチッ。でなんかこれ中まで、つま先の方までね入れてくださいね。突っ込めばいいんで、これでこんな感じで乾くのを待ってみましょう。はい、ってことでこちら乾きました。やっとちょっとねやっぱ時間かかりましたが、様子を見てみたいと思います。ってことで切ります。そしてこれこんな感じになりました。どう？結構綺麗じゃない？時間はねちょっとかかったんですが、割と綺麗になってる。でなんかポッケのあたりが一番最後に乾くかなって思ったんですよ、襟とかね。でも襟とか結構しっかり乾いてて、なんならこの手首のとこ、ここが一番最後に乾くっぽいんで、ここだけちょっと最後に乾くんですけど、あとはもうしっかり乾いてて、でしかもシワもなってないんですよね。匂いもちゃんと柔軟剤の匂いしてます。男性の皆さん完璧に出来上がりました。はい、では最後にこちらデニムですね。実際今もう40分ぐらいかかってるんですけど、8割ぐらいは乾いたんですけど、ちょっとウエストあたりが乾いてないですね。この何ラインみたいなところ、ここもねちょっと若干まだ
湿ってますが、ほぼほぼでもこの辺とか乾いてます結構なので、まあとりあえずちょっと途中経過なんですが、ちょっと一回止めていきますね。はい、こんな感じで様子を見てみたいと思うんですが、これね、やっぱデニムは多分1時間くらいやった方がいいかもね、温風で。こんな感じになってますが、やっぱりね、あ、でも匂いはちゃんとしてます。洗剤の匂いで、なんかシワもなんか全然ほらちゃんとピンってなってますね。綺麗ですよね。でさらにですね、こちら子供服なんですけれども、買えるんでこれこうやって便利になってます。で、あのお家に置いておいた時に、例えばこういうのってやっぱ子供って興味示すんですよね。で、そんな時に、例えばこれ倒しちゃったみたいなことがあるとするじゃないですか。例えばじゃあこれちょっと倒してみますよ。倒すと、こうやって止まるんですよ。ってことは、これ安全装置がついてるので、子供がもし倒しちゃったとしても安全です。これを立てます。と復活するんですよ。すごいですよね。これも倒しても止まって、で立てるともう一回復活っていう形になるんで、お母さんも安心に使えると思います。はい、ってことで私も自動化ね、どんどんね、時代も進んでいく中で、やっぱり家電も自動化になっていく世の中なんで、こういった商品たちをご紹介させていただきました。